広州総合病院とは中華人民共和国の広東省広州にある広州軍艦区最大の総合病院である。下下科手術の実績は飛び抜けて高く、心臓手術や脂肪切断などの難手術から臓器移植まで幅広くいっており、中国でも有数の移植実績を誇る。中国の病院の評価基準では第3級校の評価を得ている。 基本的に会員の中国人と外国人しか診療しない病院であるが2008年現在では日本人は会員でなくても優先的に診てもらえるようである。日本語通訳が常駐しているため日本人が公衆でどうしても病院に行かなければならない事態になった場合には便利である。中国の一般的な救急車は信用性に疑問があるため広州で 救急車を呼ばなければならないような非常事態に陥った場合には、広州総合病院の対外医療連絡部という部署へ直接電話して、病院の救急車を直接呼ぶと安心である。ただし、診療費は非常に高くつくことになる。電話した場合にはまず、日本人であることを伝えると優先的に外人専用に回してもらえる。日本人への臓器移植も多数行われている。 特に腎臓移植に関しては二百十六人の実績を誇りない百三十八人が日本人だということである。この病院で行われた移植手術には実験的なものが多いことで有名であり、発表された論文が海外で注目を集めることも多い。世界的にも実施例の少ない他人の手足や指などを移植する手術や中には陰形移植という変わった 嫉妬例もある。ありがとうございます。